どうも、おかつよしです。今日はですね、こちらです。ついに、新作の開封でございます。ユニクロですね。では、行きましょう。いやー、ついにね、来ましたよ。これはね、楽しみなんですよ。開けます。でね、今回ね、あの、ちょっと2回に分けて、 ある理由で2回に分けての到着でございます。まあ一応ね、あのー、まあローティー買って T シャツ買って、まあどうしようかなと思って2回に分かれちゃったんですけども、と言ったら何か大体、大体見当つくと思うんですけども、開けたいと思います。これね、ユニクロね、またね、一応あのー、いつも通り店舗受け取りでですね、えー、もらっていきましょう。これ絶対開かないタイプだな、ハサミいるな。 もう2017年、17年じゃない、いつの話、2019年は、もういつもより増してですね、えー、普通な感じで行こうと思います。ああ、いいね、やっぱいいですね。一つ目、開封でしょで、二つわあ、色が綺麗。むちゃくちゃ色が綺麗で、二つ目いきたいと思います。で色、 とりあえず、あのー、ちょっと派手な色をね、あのー、買ったわけですよ、とりあえず。まあ、どうせ、あと、あと、あと、大量買いするのは分かっているので、派手な色を購入したんですけども、はい、ということでですね、えー、今回ですね、こちらでございます。 ユニクロ U の新作のロンティーと半袖 T シャツでございます。ついにね、来ましたね。とりあえず開けて。まあ、一応ね、着ることは着るんですけども。今回ね、ユニクロ U ロゴ変わりましたよね。こんな感じで。よりね、シンプルになったんじゃないかなと思います。それでですね、今回クルーネック T シャツの長袖こちらですね。色が、えっ、ー、と、何色だこれは。 パープルですね。こちらの方、見せます。ピント合ってるかなピント合ってるかなパープルで、えー、っと、価格がですね、お手頃です。1990円プラス税、M サイズの購入でございます。これ、色ね、むちゃくちゃ綺麗。最近僕、こういったね、黒系がやっぱりね、またまた最近増えてきていますので、まあ、アクセントとしてのカラーとしてですね、 結構でもこれ横に広い感じなのかな、まあ、そういうように見て撮られる見えるような感じなんですけどもこれちょっと楽しみですね少し大きめのような気がしますねでとりあえず次行きます続けてね行きたいと思いますこちらがユニクロ U 新着のですねもう T シャツ何枚買ってんだっていう感じなんですけどもユニクロ U こちらあこれプリントになってんのかな プリントになってますね。カラーがですね、今回、ピンクを購入いたしました。で、えー、1000円プラス税ということで、素材感比較対象で、去年のちょっと持ってきますね。はい、えっ、ー、とね、去年の比較対象で持ってきました。ここがまず変わってきてますね。えっ、ー、と、プリントにこちらの方、新しいものはですね、変わってきております。で素材感なんだけども、 どうですかね若干薄いかな若干薄いような気がするんですけどもまあどうでしょうまあ何回か洗ってるので当然目が詰まっているような気もするんですけども若干薄いような気がしますねあ若干薄いなまあねあの春夏っていうことでまあ多少でも薄い方が着やすいということでこれサイズ感的に まあ普通な感じですかね。とりあえずじゃあ、まず詳細の方、えー、ちょっと下の方に画面映して、えー、着用動画行きましょう。はい、ではですね、詳細の方行きたいと思います。色目はね、着た時の方が分かりやすいかもしれないです。これ、だいぶ明るく映ってますね。で、74番のパープルで、M サイズ1990円プラス税ですね。 こちらの方がユニクロ U のねロゴがすごくねシンプルになってますね。で首周りもまあしっかりした作りなんじゃないかなと思います。で袖のリブもありますね。でポケットもあります。裾に関してはえー、っと、えー、特にサイドにスリットとかはない感じですね。うん。 まあまあ、この辺ちょっと楽しみですね。で次、半袖。はい、続きまして、半袖 T シャツですね。色目はね、こういう風に写したらすごくね、濃く写ってるんですけど、実際そんなに濃くないですね。12番のピンクでございます。M サイズですね。えー、価格が1000円ですで。ここがね、プリントに変わりました。シンプルな感じですね。で首回りはしっかりしているような感じです。素材感も、 まあさっきのに比べて若干薄いような気もするんですけど、どうなんでしょうか。まあ袖とかも普通な作りですね。特にサイドにスリットとはございません。シンプルな T シャツ。まあ1000円でね、これはほんと安いと思うんですよ。カラーバリエーションも豊富ですね。はい、ではですね、こちらの2着着ていきたいと思います。非常にね、楽しみですね。 はい。ではですね、実際着ていきたいと思います。まず、ロンティーの方からいきましょう。はい。実際着てみました。これね、ものすごくいいです。生地がね、すごくね、張り感があって、気持ちいい。これはね、すごくいいですね。これ1990円だったら、買いですね。サイズ感的にどうですか身長171センチで M サイズですね。 これ着やすいな一応ねあの若干ドロップショルダーな感じで横広の感じですねでポケットもね気持ち下についてこう大きめのポケットデザイン性が好きですねいやこれ M でいいですね今年はちょっと確かにこう横広なのでまあ L サイズまあ大きめで着たいんだったら L サイズここもねちょっと と太めでござい,ますいやこのリラックス感いいですねしかもねこのねパープルものすごくいいんじゃないでしょうか例えば一応春に向けてということでコーチジャケットのねインナーに着ても非常に使える若干後ろ見えてる感じでしょうかねいやこれ色よかったでもね多分ねこれ 素材感がほんとね、肉厚な感じで、非常に張りがあって着やすいので、で色、えー、何色かやっぱ買っちゃうだろうな。これ、1枚で着ても様になるような気がしますので、これはおすすめですね。着やすい。気に入りました。では次、半袖行きましょう。いや、もう半袖はね、もうね、間違いないと思いますね。このシール、シール剥ぎまーす。 半袖はこれはユニクロ U に関しては間違いないんじゃないでしょうかね。年間着られるインナーではいきます。はい、実際着ていました。もう安定の着やすさですね。サイズに関してはさっきのこのね、ロン t の方がまあ、 幅が広い感じ。まあ、これは至ってですね。まあ、定番的なサイズ感。去年ね、あのね、立ち上げの時は僕ね、L サイズ買ったんですよ。で、まあ、夏になるに従って M サイズにサイズ落としてきたんですけども、今年ね、感覚的に M サイズでいいかな。いや、もうほんとこれ、むちゃ、むちゃくちゃ着やすい。むちゃくちゃ着やすいのは相変わらずなんですけど、もで、素材感ね、一応ね、あのー、最初にですね、ま、あ比べた、このネイビーですね。 去年の2018年最後に買ってユニクロ U の T シャツのこのね、インディゴ染めのようなネイビーなんですけども、これに比べたら若干気持ち薄めのような気がしますが、気のせいかなレベル。でもこっちの方が若干着た時、肉厚感あるかなっては思いますけども、もう一回着てみます。それほど大差ないけど気持ち薄めのようない気がしますね。まあ春から夏にかけてのアイテムなので、 これぐらいがちょうどいいような気がするでこれからだったら、えー、この上にさっきの無印良品の猫、ね、のねお気に入りのトレーナーのこのねアクセントとしてもちょうど春に向けていいんじゃないかなと思いますでこのねピンクものすごく色が綺麗でこれ多分今年 まあ、いろんな色、何色も買っちゃうんだろうなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね、ユニクロ U の新作のロンティーですね。ロンティーと半袖 T シャツを購入いたしました。もう抜群の安定感ですね。1000円プラス税、1990円プラス税。これはね、ほんとね、コスパ最強だと思います。まあ、間違いなく、半袖 T シャツ、まあ、白も黒も、まあ、いろんなカラーも含めて、 間違いなく買い増し決定ですね。あとね、このロンティーに関しては、ものすごく気に入ったので、サイズ感も非常に気に入ったので、これはね、すぐにでも買い増し決定なんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じでですね、ユニクロ U の新作の T シャツゲットという形で今日は終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。 もしよろしければ、ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッター、インスタグラム、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、勝谷でした。では、また見てください。これね、男性女性ともにいけますよね。このシルエット、本当ね、抜群素材感、最高でした。